朝早くの門司港駅を出発して大牟田駅を目指した路線バス乗り継ぎの旅は、とんでもない時間をかけながら結局1日でゴールできませんでした。2日目は熊本県の平山温泉を経由するという若干の力技で大牟田駅までたどり着きました。今回は熊本県を通りましたが、福岡県だけ通るルートをそのうち公開しますのでお待ちください。そんなことを言ったもんだから、福岡県のみで完結するルートで行くことになりました。久留米までは同じルートで行けますので、旅の始まりはおなじみの JR 久留米駅からです。でもいつもの景色と違いますよ。こちらは西口である水天宮口です。いつもの場所はバスを待つ高校生がたくさんいたので撮影できませんでした。県をまたいだ移動の自粛をと言われて久しいんですが、今回の特別編はたまたま福岡県だけで完結する旅となるので、なんと言いますか、前置きはこれくらいにして早速始めましょう。本日は土曜日です。バス旅の朝が早いのはいつものことですが、当然南へ向かいます。まずは7時35分発の船小屋行きに乗ります。船小屋行きなら前回も乗りましたが、今回はどこまで乗るんでしょうね。ところで久留米駅前といえばこのからくり時計ですが、九州新幹線の開通に合わせて作られたものではなく、1999年からあります。旧駅舎があった15年前に撮影していたらまた違ういつもの景色となっていたのでしょう。本当に乗っていいものかと悩みました。違う行き先に乗ったのではなく、確かに船小屋行きでしたよ。このまま乗っててもあまりにも早いので、ここ始発のバスに乗り換えます。土日だとそこまで差はありませんが、平日だとここ西鉄久留米始発の船小屋行きは結構増えます。次は8時12分の船小屋行きに乗り換えます。なんと読むかわかりますか？単なる沿線風景を撮影しただけですよ。今回は貝沼塚駅は通過します。ここはバス車庫になっており、定期券を買うこともできます。2004年まではここからさらに大牟田まで直通するバスがありました。また九州新幹線の開通に合わせて筑後船小屋駅を通り西鉄柳川駅まで行くバスがありましたが、利用客がほとんどおらず3年くらいで廃止になりました。ここから歩くことになります。まさか大牟田まで？もちろんそんなことはしません。川を挟んだ先に宮間市のコミュニティバスがあります。ここは南筑後地区の一大温泉地です。かつてはそれなりに賑わっていたようですが、今では寂しい温泉地となってしまいました。この恋ボタルの温泉はとてもすごい色をしています。白いタオルを持っていくと、ご自身で確かめてみてください。この矢部川を渡ると、筑後市から宮間市に入ります。いかにも新しい立派な橋ですが、2002年に完成しました。それまでは、とても狭い橋だったそうです。宮間市は、福岡県では3番目のひらがなの自治体です。三池郡と大和郡の合成地名ですが、
以前から深山という呼び方は浸透していました。先ほども述べたように、この区間の西鉄バスは廃止されましたが、明らかにバス停があった跡が、大牟田市にかけて何箇所も見ることができます。では、コミュニティバスのバス停がどこにあるかと言いますと、裏道にひっそりとあります。果たして、どれくらいの本数があるのでしょうか。本数は決して多くないですが、9時48分発の高田町方面のバスに乗ります。しばらく時間がありますので、この辺りを散策します。川を挟んだこちら側は、新船小屋と言います。筑後市ではないので、区別するためにこのように言うのでしょうか。新船小屋の名物といえば、この長田高専です。向かいの船小屋温泉とともに、炭酸を多く含む温泉で、飲むと体にいいと言われています。お金を入れればたくさん出てきますので、ボトリングして持ち帰ることができます。もう一つの名物がこちらにあります。その名もコカ・コーラ。コカ・コーラではなくコカ・コーラですが、まだ開店前で買えませんでした。結局、バス停一つ分歩きました。国道経由のバスの始発地である、新船小屋バス停です。少しだけ早くなって、9時46分の高田町方面のバスに乗ります。それでは、しばらく沿線風景をお楽しみください。何かとおなじみの瀬高駅ですが、今回は通過します。大牟田名物のくさぎまんじゅうが売られています。まだまだ、深山市のコミュニティバスは続きます。次は、11時5分発の高田町の橋の方に行く路線です。ところで、横倉という名を聞いたことがある人は、決して少なくないのではないでしょうか。そうです。2020年現在、日本医師会の会長を務めている横倉義武さんが理事長をされている病院が、まさしくここなんです。特に、2020年は、会長としてメディアに出てくる場面が多くなったので、見たことがある方もいらっしゃると思います。医師会の会長といえば、東京大学病院の院長のような人がなるものかと勝手に思っていましたが、そうではないんですね。なお、2017年には、世界医師会の会長も務めていました。深山市のバスは、今でこそ、コミュニティバスとして誰でも乗ることができますが、2018年までは、福祉バスとして、限られた人しか乗ることができませんでした。そのため、ちょっと前までは、このルートでの乗り継ぎはそもそもできないということになりますが、現在は、その恩恵を存分に使っていますね。この路線は、地元の人しか通らないようなところばかり通ります。この金助橋を渡れば大牟田市です。コミュニティバスにありがちな、隣町には絶対に入らないという意志を感じる路線です。次のバスは、大牟田市内を走る西鉄バスが登場します。また少しだけ歩きます。伊藤誠一海軍大将の墓があります。戦艦大和の長官として有名です。ものすごい色の池があります。そもそも、こんなところで遊ぼうと思うのでしょうか。この交差点を左に曲がれば、バス停があります。ちょうど、
この後折り返してくるバスが通っていきます。10分ほどで次のバス停にたどり着きました。いよいよ最後のバスとなります。11時34分発の大牟田営業所行きで大牟田駅まで行きます。ここにも例の看板があります。こんなふざけたサムネにしようかとも思いましたが、さすがにこれはボツです。新栄町駅は特急も止まりますが、駅前はものすごく寂しいです。ご乗車ありがとうございます。次は大牟田駅前、次は大牟田駅前です。一節列車 JR ご利用の方はお乗り換えです。というわけで、福岡県だけで完結するルートでした。あれ、このタイトルって番外編その1ではないですか？そうです、その2があります。でも、ゴールしましたよ。宮間市のコミュニティバスは日曜日は運休しますので、日曜日にはこのルートは使えません。では、次は日曜日のルートで大牟田まで向かいますので、お楽しみに。それでは、ご視聴ありがとうございました。